やべえ、いろいろドリチンクラブ、ドリチンドリチン、はい、愛知県ペンネームスペシャルウィーク。ホームレス中学生が大ベストセラーともなった麒麟の田村さんに先日初めての子供となる長女が生まれたそうで、顔は残念ながら田村さんにそっくりとのことですが、お二人は自分の子供の顔は自分に似てほしいですか、それとも奥さん側の顔に似てほしいですか。それはでも自分な、でも女の子男の子そうそう分かれんねん、男やったらやっぱり嬉しい、そうやろな、そうなるわな、自分に似てたり、女の子やったらやっぱり奥さんがいいですね。わでもそれ得てして女の子の方が男の側に似てきたりするんでしょ、うん、っていうのもあるもんね。いやー微妙、女の子はやっぱり女の子は自分の顔想像できへんからよね、男の自分の顔で。そうやねんな、女の子、まあちょっとあれやろね、こういう仕事してるからズラかぶって女装したりするから、うん、なんとなしのそうそう、それしかないやん、想像は一般の人よりも、うん、なんか綺麗にメイクもしてもうてね、いろんなこのチークやなんやって、うん、でも全くちゃうけどなうん、でもなんか奥さんの入るから、うん、でも鏡で見てもなんかもうこんな女嫌やなと思うもんね、自分でズラかぶってあれしても。いやいや自分は嫌やな、うん、かといってまだ俺なんかどんな人もらうかも分かれへんし、下手したらもらわへんかも分かれへんし、もう子供できへん、子供できへんかも分かれへんから、分かれへんよねほんまに、そればっかりは。まあでも嬉しいよね、似てるって言われたら。まあまあそうやろうな、それは自分のもう分身やから。うちそのデブではないねんけど、うん、太ももが異常に太いのよ。でもデブにはならんやろ、どう考えても二人で考えた時に読む。多分ね。うん、ならんやろ。まあ、こう、覚醒遺伝とかもあるやん。ただほんまめちゃめちゃデカなるかもわからんよね。わからんわからん。それほんま、大谷超えするかもわからん。お父さんあかん、俺笑われへんわ。俺、もし、そんな息子、そんな息子だったら笑われへんわ。ちょっとなんで人生功労しようみたいな、なんかちょっと肩上がってるな、ジャンボマックスみたいなイメージやったから。いや、お父さんちょっとお菓子を買いに行きたいんですけれども。なんで敬語使ってんの。ほんでお父さん自転車が欲しいですそう、俺太ももの話でもそれがこうやっぱり大体大きなる時で一回こう太るやん。いや、ほんで俺ガリガリやけど、うん、この大腿部はガリガリしては太いね、うん、なんでやろなそれ。多分サッカーやってたからやと思うんだけど、あだこれ似てるって思ったらやっぱそれだけで嬉しいね。まあでもそれはそれであれ、中野浩一って言われるでまあまあ、いやいや、そこまで見とないけど、そのままそのままずっと大きなったらお前中野浩一やなって言われるで。あとまあ当たり前やけどもドリチンやしね。まあそれはね、今んとこドリチンやし。でもまああれでしょ、あでももう最近ほらパーンでも最初にやってまうとこもあるわけでしょ。お願いしたらね、うん、まあまあそこは自然の方がいいかなと思って、うん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 、あとこの後ろのこの毛、髪の毛の、うん、後ろ髪、これくせ毛やね、後ろピンってなるね、うんうん、でこのピンもなんかっぽくなってきてんね、くせ毛似てんのちゃうかっつって、でそんなんも嬉しいに言われた。そこは中野浩一とちゃうとこやな、もし中野浩一なら終わってるやん。もうどうの話ちゃうか、なんかアートネイチャーかなんかラジオの人なんかいや似てるわ、言ったら嬉しいよ。